えー、YouTube の更新通知の詳細ですけども、まずね、右上のこのマークを押してください。そうして押すとですね、えー、次はこの画面に変わります。押すとね、えー、こうですね。で、この画面で設定ってところがあると思いますので、設定をちょっとクリックしてください。 で設定をクリックしていただくと今度通知ってのが真ん中あたりにあるでしょ通知ってのが真ん中ぐらいにありますのでこれをクリックですで最後に出てきたのが、えー、この画面ですよねあとはこちらのマークを全部オンにするともしくは詳細設定を切り替えていただくとよろしいんではないかなと思いますはい、えー、以上ですけどもいかがでしょうか